次の質問に行きます。次の質問は、勉強の計画を立てましたか。こちらの質問は、まずポチョロさんの回答から見ていきたいと思います。ポチョロさん、勉強の計画を立てましたか。お願いします。はい、立てました。自分の、ペースで、ラーニングスタイルも把握した上で、自立学習を立てました。先ほど言った通り、必ず1年間2年間の前に、アコカ試験を受ける前に大事だなと思って、それを必ず勉強時間を守れるようにしました。はい、ありがとうございます、ね、人によって勉強の方法は違いますから、自分のやり方、自分のペースを考えて計画を立てるということは大切なんですね。はい、新井先生、いかがですか。はい、先ほどね、ポチョロさんおっしゃっていましたけど、最初の1年目がすごく大事で、そこからね、細かなプランをお立てになってたわけですけれど、それがご自分のペースですとかラーニングスタイルということになるんでしょうか。そうですね、まあ、ずっと僕にとしてはずっと本を読むのがちょっと大変になることがありますので、自分のラーニングスタイルを確認したらいいかなと思って、例えば本を読むのが、読む時間が長くなったら疲れますよね。で、天田さん の、 勉強のやり方も僕もしました。 YouTube で、YouTube の動画とか使って、それも、一つの方法です。なるほどですね。はい、はい、この計画は、ポチョロさん、年単位なのか月単位なのか、それとも、1週間ぐらいの単位で、学習プランを立てたのか、どれぐらいの間隔といいますか、スパンで計画立てられましたか。ですね、僕にとしては僕にとしては EPA で、EPA のルートで来られたんですよ。で、3年間の、なんていうかな、3年間がありますので、それを年分けました。例えば1年目、1年間目は日本語能力高めるように自分でしました。で、2年目は、まあ、1年目で例えば N3 か N2 か合格したらもう進めます。合格しなかったら2年目でまた N2 か N2 までのレベルを立てました。で、それとも、なんか1年目と2年目はもう、なんていう、もう合格したら介護の介護の勉強進めた方がいいかなと思って、3年目で、はい、それを僕はしました。なるほど。じゃあ間で少しプランに変更もしていかれて、最終的にはこうなったらこうしようっていうことで進められたっていうことですかね。そうですね、何度も見直すことが必要でしたね。ありました。ありがとうございました。はい、ポチョロさんは長さをきちんと決めて計画を、ね、立てて勉強したんですね。はい、次はインドリさんの回答を見てみたいと思います。インドリさんは、勉強の計画を立てましたか。お願いします。はい、学習計画を立てました。私は過去問題練習中心に、勉強しました。先生と一緒に、教えてもらいました。はい、ありがとうございます。過去問を中心に勉強することで、国家試験によく出てくる日本語もたくさん覚えることができましたか。はい、そうですね、普段の講座は、一緒に日本人と
勉強しましたが、インドネシア人のみの講座も、やってくださいますよ。やっぱり日本語が、難しかったから、普段の日常生活の言葉だけじゃなくて、ね、専門用の言葉が多かったから、先生からが、あ、じゃあインドネシア人のみの講座をやりましょうか、1週間1回かな、その中で、私と一緒にインドネシア人3人で先生と4人一緒に勉強しました。はい、ありがとうございます。ね、インドネシア人の人たちと一緒の、講座もあったということですね。はい、先生いかがですか。あのインドリさん、先ほどから先生先生とおっしゃってますけれど、この先生という方は、どなたでしょう。先ほどの、2人いますが、仁徳先生という方と、井岡先生。はいはいはい。あのその方は、今いらっしゃいますよ。そうですか。違う部屋にいますが。違う部屋にいらっしゃるんですね。あのまたどこかでお会いしたいなと思いますけれど、その方は、インドネシアの先生ですか。インドネシアの先生じゃなくて、日本人ですか。私にとっても、なんですかね、すごい勉強し方もいろんなアドバイスをもらって、ずっと教科書テキストを読むじゃなくて、質問を答えし方も、教えてくれましたよ。すごく丁寧に教えてくださったんですよね。はい、そう、本当にだからおかげさまです。よかったですよね。その方は、先生方は施設の職員ではいらっしゃらないわけですね。もう一人はケアマネージャーとして働いてます。はいはい。もう一人はもともと私の会社はもともと前も実務者研修とか、講座をやってますから、その先生は、前も研修に向けて先生に入ります。なるほどですね。ケアマネージャーの先生もいらしたっていうことですね。いろんな方の、ね、ご支援を受けてよかったですね。ありがとうございました。はい、ありがとうございます。では次の質問です。国家試験の勉強を教えてくれる先生はいましたか。でまずはポチョロさんの回答を見ていきましょう。ポチョロさん、お願いします。はい、ほとんど一人でしました。わからないことあったら、確認したいことあったら、ネットで調べるぐらいでしたね。だけども施設内の、先輩たちもいますが、まず僕の自身で、僕の、勉強のやり方をしたいなと思ってるから、わからなかったら誰かに、教えてもらいました。はい、ありがとうございます。ネットでいろいろな情報を知ることができる。そしてわからないときには施設の先輩に質問したりできたんですね。はい、ありがとうございます。原子先生どうですか。はい、何かね、すぐ人に聞くのではなくて、まず自分で調べるっていうことをなさったっていうことが、おそらくいろんな知識、言葉の理解、こういうものにすごく役に立ったんじゃないかと思うんですけど、ポチョロさんいかがです。ですね、ほとんど一人でしましたが、はい、ジークベルスからのいただいたテキスト、はい、僕にとしてはなんか日本人じゃなくて外国人向けなテキストだなと思ってるから、なんか学びやすい、このことは感じました。だから大変になったら誰かに。時々ね、SOS 出すことも大事ですよね。ありがとうございました。
はい、ポチョロさんありがとうございます。続いてはアマラーさんの回答を見てみたいと思います。アマラーさんは、国家試験の勉強を教えてくれる先生はいましたか？はい、実際は先生ということはいなかったんですけど、自分一人で勉強した中で、分からなことあったら施設内の施設の管理者 と、 あと職員から分からないことあったら相談しながら、私のとしたら、誰かに相談しながら聞いて覚えやすいというか、そういうので本当に分からないことあったら皆さんと聞きながら教えていただきました、いただきました。はい、ありがとうございますね。一人で頑張っても分からないときには近くにいる施設の方がいろいろサポートしてくれたんですね。はい、とても心強いですよね。やらし先生いかがですか？本当にそう思いました。先ほどね、Zoom で画面に出てくださった、管理者の方はグループホームのトップの方ですよね。で、この、はい、で、この方は日常の業務ありながら、アマラさんの国試に向けて教える。で、通常は、はい、施設のお仕事だから教えることがメインの仕事ではないですけどもね、それに対して応援をしましょうということで、アマラさんと一緒にね、国試に向かって進んでいかれたんだと思いますよ。本当にご立派だと思います。ありがとうございました。ありがとうございました。はい、ポチョロさん、アマラさん、ありがとうございます。では次の質問です。仕事をしながら勉強するのは大変だったと思いますが、どうやって仕事と勉強を両立させましたか？こちらはまずポチョロさんの回答から見ていきましょう。ポチョロさん、仕事をしながら勉強するのは大変だったと思いますが、どうやって両立させましたか？お願いします。はい、空いた時間は必ず勉強していました。まあ、出勤するときは疲れがもちろんありまして、前向けて最初の目標とかは思いながら、夜勤明けの時に休憩の時にテキストを読んだことがあります。一番大事なのはタイムマネジメントだと思います。はい、ありがとうございます。仕事の時はやっぱりとても疲れますよね。そういう時には前向きにやっぱり目標を忘れないで頑張ったということですね。それからタイムマネジメントが必要ですということでしたが、五十嵐先生いかがですか？はい、タイムマネジメントという言葉は今初めて出てきましたけれども、これを本当にマネジメントするっていうのは大変だったろうと思います。先ほど睡眠時間が 6,7 時間とおっしゃってましたけれども、このマネジメントのやり方で、だいたい6時間から7時間ということでよろしいでしょうか？ですね、まあ、睡眠時間は必ず試験の前に少なくなる可能性が高いですね。まあ、僕の場合は試験の前にほとんどなんか5時間ぐらい4時間ぐらい寝てて、まあ頑張りました。だけどもその前はなんか余裕があったら2年前3年前の時間は睡眠よくとって勉強した方がいいかなと思ってます。はい、ありがとうございました。睡眠時間はとっても大切だと思いますのでね、これから勉強なさる方もぜひ、睡眠時間と、それからポチョロさんのおっしゃるようなこう目標を達成するっていう強い意識とですね、タイムマネジメントしていただけたらきっと合格に向かえるかもしれませんよね。ありがとうございました。ありがとうございます。ありがとうございます。次はアマラーさん、アマラーさんの回答を見てみたいと思います。はい、アマラーさんどうですか？そうですよね、仕事 しながら勉強するというのはちょっと難しかったし、でちょうど試験前に10月からって私施設 の管理者と相談して、私としたら
夜起きて朝起きるのはちょっと大変ですよね。早番とかもう仕事シフトで行くの で早番の仕事なら必ず6時に起きないといけなくなって、でその時やったら早めに寝ないといけないということ、そしたら全然勉強する時間がちょっとなかったので、おさばの方で相談して頼んでもらいました。おさばにずっとして、でおそばの仕事は、夜の19時40分に終わって、でそれから家帰って家族さんとこの、ね、今した後で夜の2時まで頑張って 1日4時間ぐらいで勉強していました。でそれでよく寝れて、次の日は9時半とか起きて仕事行ったらなんとも問題なかったです。はい、休みの日は何時間ぐらい勉強したんですか？休みの時は本当は空いてるところというかな、ね、あんまり無理しないでだんだんちょっと少しずつ進めるようにできるだけ勉強していました。はい、1日の中でいつどれくらい勉強するかっていうのをきちんとね、計画を立てて勉強したんですね。はいはい、先生どうですか？天野さん、ここでも先ほども出てきました管理者の方と相談をして協力を得た、はい、でそれが、夜勤とか日勤とかその、変則の勤務の中でも、きちんと勉強するっていうルーティーンが出来上がっていったっていうことですよね。はい、そうです。前も日本語の試験受ける前にも1ヶ月前でも私いつもおそばの方にして夜勉強するをしてましたね。はい、それは天野さんから、そういうシフトにしてくださいっていうことを管理者の方にリクエストしたわけですか？そうです。それを実現してくださったっていうことですね。はい、そうそうそう、よかったですね。はい、よかったです。ありがとうございました。ありがとうございます。ありがとうございました。